どうも、吉田さん。えー、深夜4時になりました。まあ、夜明けと言ってもいいですかね。今日も行ってみましょう。あのー、吉田さんのね。あの植物人間の方のストーリー聞いて。さだましさんの。曲を思い出しましたね。つぐないっていう曲ですけどもね。まあ、ちょっと、あの、物語の趣旨は違うかもしれませんけども。あのー、その歌詞の中では。うん、交通事故でね。あのー。 被害者の方を生きてない状態にしてしまったというそういった思い出話から展開されていってそのご遺族の奥さんにずっとね罪を償うために自分の稼いだ給料と手紙を送り続けるんですよね。でずっと被害者の方は取り合うことがなかったんだけども。 7年間ずっと出し続けたある日初めて返事が来たとでそこで手紙の中に書いてあるのは「もうあなたの気持ちは分かったからあのもうあなたの人生を始めてください」っていうふうに書いてあるんですよねそして手紙をもらうたびに「まあ、亡くなってしまったあの人を思い出して辛いんですよ」っていう気持ちも書いてるんですよつまり人っていうのはうんあの自分の過去にね励まされたりとか 引きずられたりとかあ過去があるからやっていけるところもあるんですけどもあるところでは過去と決別しなければ先に進めない瞬間もあるんだろうなっていうことなんですよね。その吉田さんがお話しされていた件もその大好きなね男性をだからこそ自由な人生に解き放って自分はちょっとね不自由になっちゃったけども 二人揃って不自由になることはないわと。大好きなこの人だから、もっと違う幸せをつかむことを自分の幸せとしたいという切ない気持ちが見て取れたなっていうところですよね。で、その、さだましさんの、償いっていう曲も、うん、ただでさえ自分の旦那さんが亡くなってしまった。最初は感情のままに、加害者、 たるその手紙を送って給料を送ってくれた人をね「この人を自由にしてたまるか同じ苦しみを味わえばいいんだ」っていうふうな感情になっちゃったけども肌と気が付いてねでもこの人も悪気があってそうなったわけじゃない不注意はただろうけども悲しい結末だったんだとそしてこの人につながる周りの人もこの人が幸せにならなければ幸せになれないんじゃないかな。 少なくとも残りの人生を、うん、なんかずっとね、この償いのために終わらしてしまってはいけないと。それは、亡くなってしまった自分の旦那さんがね、自由を失ってしまって、で、さらにもう一人そういう人を作っちゃいけないなと。うん、もうこの辺で、十分気持ちは受け止めて、悲しいし悔しいけれども、自分たちも前に進むために、 この人の手紙と決別しようという形のねうん、なんかそんな思いだったんじゃないかなと思うんですよ。それはなんかこの、優しさとか恨みとか何とかじゃなくって、うんん、なんかどっかでね、あのー、新しい自分を探しに行かないといけないと。でも、すぐにはそれができなかったっていう、まあ、独特の葛藤があるんじゃないかなと思いますよね。はい、全然レベルが違うんですけども、 ビジネスをしていて、お金儲けをしていてね。確かに、まあ、いろんな仕事を通して、仕事の大変さとか、給料がなかなか上がらないという矛盾とか、高い税金とか、ありますよね。でも、その中で、そういった伝統的な仕事と決別してね、新しい IT という世界に目を向けたときに、それこそ、 昭和型の働き方に少しの、ね、愛着や寂しさはあるけれども、だけどもそれにお釣りが来るぐらい IT の世界で生きることには自由な時間やお金の豊かさっていうのを見ることができるのかなと。で、その景色から見るかつての懐かしい不自由さっていうのは、その過ぎ去った懐かしさにね、ま,あ、まとめていけるんじゃないかなと。 まあそういうふうに過去の自分を大切にしていくそしてその過去に支えられて新しい人生っていうのがね構築できちゃったりするのかなと思うんですけどねうんなんかこうあれですね動画を送られてくるとまあ動画の内容も楽しみなんですけどもそれによって自分がどんな気持ちに進んでいくかっていうね未知の我を確認するというのもなかなか面白いなと思ったそんなあエピソードでございました では今日も行ってみましょう。